ガムでこんなにお金を使うとはな、思わなかったぜ。Ladies and gentlemen、どうもどうも関です。今回は、ガムで1500円も使ってきた男、ドラマ関です。まあ、電車、もしくは新幹線とか、好きな人、まあ俺もね、まあ電車マニア、新幹線とか結構好きなんだけど、電車、鉄道マニア系だったらこういうのは命がけでね、まあ金を使って手に入れるぞってね、まあそういう人もいると思うんですよね。これはね、まあ俺はまあ店で、まあ、YouTuber として買うぞってね、まあ思ったんですよ。それがこちら、ガム、これ一つ350円もしたガム、小町、小町ですね、スーパー小町っていうか秋田新幹線の小町。あとは、ドクターイエローの小町じゃない、ガムで、これがリニアモーターカーの、ガムで、これがはやぶさの、ガム。これで4つ僕が買ってきました。この新幹線のガムね、この新幹線のガムで、1500円、1500円、これ4つで1500円。高いぼったくりや。まあこれはね、まあ奮発するか、 YouTuber としてと思ってね、まあドラマ先 TV にもね、まあこのなんだ、こう電車をね好きな人も見てくれてるかもしれないんで、まあ頑張ってお金を使ってきました。まあこれもね、はやぶさの方なんだけど、スピード GO、 スピード GO、容器がつながる、ソフトキャンディーソーダ味全4種類ってね、まああるんだよね。まあこれも全部同じかな、ソフトキャンディー味、噛んだな、ソフトキャンディー味、ソーダ味、あ、これも全部ソーダ味かな、もしかしたら、うん、あ、これ全部ソーダ味だと思います。はい、あ、これはちなみに、じゃあ開封していきましょう、小町の方からね。開け口、これか、こういうこと、ほっ、ファイヤー、開かないんですけど、あ、開いたわ。あ、すごい。今は見た？すごい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 。え、すごくね？あ、ちょっと待って、なんか出てきたんだけど。え、これ出てこなくね？取れねえんだけど。よし。これがこうする引っ張ると、わかります？この穴からガムが出てくるんですよ。これね、ガム出てくるんだよ。いただきます。あ、うめ、うま、え、うま、うまい、ソーダ味や、うん、普通にうまい。なんでこれ風船ガムとかじゃないんで、風船ガムなのかな、まあ、ちょっとわかんないんだけど、うまいですね。まあなので、あの電車マニアだとかでね、まあ結構電車好きだな人だったりとかは、こういうね、まあスーパーとかにはね、こういうの売ってるんで、よければ買って食べてみてください。普通にね、シンプルにうまいんで、あのガムがね、イラスト的には新幹線こういうのかっこいいんで、まあ、買ってみていただければ、買ってみてはどうでしょうか。ちなみに僕が買った時は350円でした。ぼったくり。なのでこれ 4個買ったってことは1400円もしました。はい、まあ本当にね、このイラストを全部集めようって方は、まあ頑張って集めてみてください。まだね、
僕が行った時はこのドクターイエローと、あ、イラストハヤブサとコマチと、リニアモーターカーしかなかったんで、これが全部しか、これが全部なのかはわからないけど、まだ新幹線がまだ世界中に走ってるんで、全種類にあるかは分かりません。これが全部なのかは分かんないけども、全種類集めてる方はぜひぜひ集めてみてください。そしてね、まだ僕がこの持ってる、手持ちに持ってる以外に他あるよって方は、よければ、Twitter の方か、もしくは YouTube の方からね、コメントで教えていただければなと思います。即買いに行きますので、よければ、チャンネル登録、高評価ぜひお願いしますので、以上ドラマ席でした。